だからヘディタリー継承はめっちゃ怖いんだから。レイドショーで見たけど怖くって帰りの電車でちびると思ったもん。汚いな。森本さんはなんか怖いもんってあんの？たくさんあるよ。あ、でも一番怖いのはマムシかな。マムシ？それはまた結構普通だね。余計なお世話だよ。あのね、私の地元に結構自然豊かな広い公園があるんだよね。湿地も多くて、そこにマムシに注意って看板が出てたの。先生からも注意してって言われて、それ以来見たこともないマムシが怖くなっちゃった。あー、なるほどね。そういうこともあるか。みんなはなんか怖いもんあるんですか？虫全般。なめくじ。ムカデかな。ほうほう。まあみんな一通り聞きましたけれども、やっぱ怖いもんってあるんですね。あの、大杉先生ってどうですか？何？俺か？はい。黙って聞いてれば、みんなだらしないぞ。俺たちは人間だ。万物の霊長だ。マムシだの、ムカデだの、ナメクジだの。そんなもんに怖がっていて、社会の荒波に耐えられると思っているのか？え？ホラー映画なんか。あんなもん撮影現場を想像してみれば、ギャグそのもんじゃないか。そんなもんに怖がってどうする？マムシなんてものは、首根っこさえつかめればそれで勝ちだ。大きめの石で頭を叩き潰してしまえば問題ない。胴体は焼いて塩をまぶして食っちまえ。いやー。え？虫だの、ムカレだの、ナメクジだの。あれだって怖がりに値しないよ。それこそナメクジなんてのは塩をかければ無力化できるんだ。はぁ、あ。それじゃあ、先生には怖いものは、ないと。そうだ。人間様に怖いものなんざ。いや、ちょっと待って。うん、あった。怖いものはあったよ。みんなすまない。あまりにも怖いから、頭の中から無意識のうちに記憶を消していたんだ。コンプレックスの裏返しみたいなもんかもしれない。ちょっと、そんなに怖いものがあったんですか？なんだろう。うちの学園の理事長先生とか？違う。それが奥様ですか？いや、確かに奥さんも怖いが、それを超える恐ろしさだ。よし、言うぞ。笑わないでくれるか。いや、俺みたいなものは笑える当然だ。笑ってくれ。いやいや、おっしゃってもらわないと笑えるかどうかはわかりませんよ。何なんですか？ハンバーガーなんだ。ハンバーガー？そんなお化けいたっけ？ベトナム戦争のハンバーガーヒルのこととか？またはあれかな。モンスターペアレントみたいな、なんか、教師特有の、なんか面倒な人に対する不調みたいなやつかな。先生、ハンバーガーというのは、あのハンバーガーですか？その名前を口にするな。体にジンマシンが出る。マクドナルドやバーガーキングで売られている、あれですか？貴様、あんな悪魔の会社の名前を口にしたら、この職人目が、あの会社は世界を米国化するために展開されているプロパガンダ企業なんだぞ。先生陰謀論者だったんですか？我が国は戦争に負け、さらに食に負けたのだ。ハンバーガー類を売る店がそこら中にできて、しかも挙句の果てに佐世保のご当地グルメにもなっちまったんだ。ああ、佐世保バーガー、あのカンコレの武蔵も食べてましたよね。いらっしゃい。武蔵の国の名前を冠した山戸型戦艦の武蔵にバーガーを食わせている。これが国塾でなくて何というのだ。あ、まずい。このままだと噴死しそうだ。あ、大杉先生。どうしよう。ひとまずみんなでちょっと安静な場所に運ぼう。なんとか落ち着いたみたいでよかった。みんな、あの大杉先生どう思う？俺たちはバカバカしくも楽しい話をしていたわけだろ。なのに大杉先生は教師の靴して、俺たちの話に思いっきり入り込んできたばかりか、俺たちの話を全否定しやがった。誘ったのは俺だよ。でも、あの流れだったら一応嫌々でも聞くだろ。それに、ハンバーガーの話もひどい。あんなに保守的な人だったんだね。あの先行が保守的だって？バカ言っちゃいけねえ。
極右と極左をごちゃ混ぜにしたようなやつだよ。中和されちゃってない？大体、大杉先生は今回の件もそうだし、いろいろと好き勝手しすぎた。この辺で懲らしめるのも悪くない？まさか、ハンバーガーを持っていくとか？おう、そのまさかよ。ダメだよ。ハンバーガーって聞いただけでああなるんだよ。実物持って行ったら引っ張るよ。帰宅状態になったら AED でも使うさ。物質に置いてあるんだから。それにさ、森本さん。大杉先生が部活中に協定やってて怒ったことあったでしょ？うん。入会届を出した直後の話だった。今も普通に協定やってるんだよ。いや、それどころか、競輪もオートレースも地方競馬もやってる。ほら、このシュレッダーのごよく見てくれよ。ここにあるのは、スポーツ新聞と、それとコンビニでプリントした各地方にある、協定上の新聞だったり、競輪新聞だったり、オートレースの新聞なんだよ。みんなやり終わったらシュレッダーかけてんだよ。佐世保バーガーって、学園内に売られてるのかな？森本さんが一番怖いかもしんねえな。よーし、俺たちや先輩たちで、ウーバーイーツや買い出しやらで、結構集まったな。佐世保バーガーは、学園内の海湯からって、喫茶店に特別に作ってもらっちゃった。それ以外だと、マクドナルド、バーガーキング、ロッテリア、ウェンディーズ&ファーストキッチン、フレッシュネスバーガー、モスバーガー。ありとあらゆるメーカーの揃えることができたぞ。私はモスバーガーを投げつけようと思う。ミートソースが顔に張り付いて、ハンバーガーが噛みついたと思わせたいの。やっぱ森本さんが一番怖いよ。まあいいや。じゃあ早速持って入ろう。先生、入りますよ。ここに水置いときますから、気分落ち着いたら飲んでください。なんか、松本くんたちいいとこあるじゃないか。しかしあれだな。なんとなくそこはかたなく、目のあたりにハンバーガーがあるような気がするんだが。かかりやがったな。先生、起きて目のあたり確かめてください。あ、ハンバーガー怖い。よし、聞いてるぞ。うわ、俺がハンバーガーを怖いと知ってて持ってきやがったな。いじめるぞ、これは。ふざけんな。あ、これはビッグマックだ。うーん、怖い怖い。特に入れた姿がこびをして、とても行儀の低いもんじゃない。あ、これはワッパだ。いやー、肉と玉ねぎの相性がとても怖い。あ、これは佐世保バーガーか。黒色バーガーではないか。うん。これは海ゆかばに作らせやがったな。うん。一口ずつ食べてんじゃねえ、この野郎。松本くん、任せて。あいたーす。え、これは、あ、これモスバーガーか。ミートソースが溢れすぎてて、うわ、めっちゃくちゃ食いづらい。とっても怖いぞ。うん。うん、なかなかうまい。いやー、なかなか怖いね。どう？松本くん、モスバーガーは先生に食いついてる？先生がモスバーガーに食いついてる。文法上ではわずかな違い。いや、全然違えから。へっ、どうせ奴らこの後みんなで食うつもりだったんだろう。食えねえようにしてやる。ペッペッ。あ、ハンバーガーに粒つけていきやがった。この後みんなで食べるつもりだったのに、佐世保バーガー高かったんだよ。あとは土産だ。タッパーにどんどん詰めてやる。この不良教師、あんた一体何が怖いんですか？うん。今度は、コーラが怖い。